先日人穴という動画を上げて、まあ僕の相方金城めくるくんが体験した話を上げたんですね。まあその金ちゃんのバイト先で人穴に行った人物がとんでもない目にあった、だがお祓いしたらどうにかなったという、まあ怪談、詳しくはそちらを聞いていただきたいのですが、実はその怪談には続きがあったということなんですね。続きというのは、実際その金ちゃんの友人、バイト先の友人の人が体験した話はそこまでなんですが、実は同じような体験をした人がその後どうなったのかというお話をいただきました。それがツイッターでですね、ダイレクトメッセージできたものなんですけれども、私の祖父も人穴に行ったと言っていました。人穴に行って恐ろしい目にあったが、お祓いをしてもらったらどうにかなったと言っていたのですが、実はその後、祖父が亡くなるとき、人穴が来る、人穴が来る、人穴が来る、成仏できんのかもしれん。そう言って、祖父は亡くなっていきました。うちの家族は霊感のあるものが多くて、実際亡くなったご先祖様及び亡くなったばかりのおじいちゃんおばあちゃんっていうのは目の前に現れたりすることがよくあるのですが、そのおじいちゃんだけは目の前に一度も現れませんでした。あのおじいさまどこへ行ったのでしょうか、という投稿をいただきました。もしかするとその人穴の呪い、金ちゃんの同僚の人はまだ終わっていないかもしれません。